パート24、始まるよー。放浪者がまた一人、父さんの機嫌を通りに来たぞ。やったね。友よ、神のご加護を祈っている。こんにちは、放浪者です。伝説ではそうなっているが、この話を実際に試してみることになるなんて思いもしなかった。それは石岩のオラフ市長の時のことだ。後に上級王になられた方だ。アンソール山の頂上で行われた一騎打ちで、叫んで服従させ、ホワイトランに連れ帰ったらしい。そのドラゴンの名前はヌーミネックスという。本堂に飾られているのは、そいつの頭蓋骨だ。ドラゴンの骨にしては、小さいね。約束した通り、部下は配置についている。この巨大な鎖にも油を刺してある。お前の合図待ちだ。よし、行こう。部下は自分たちの役割を把握している。自分の役割をしっかりこなしてくれよ。町をお前の手に託しているんだ。そちらの準備ができたらいける。さあ、ドラゴンを呼ぶんだ。準備はできた。小田さん、地球に生まれてよかった。聞こえたか？なんか飛んでった。こっち来ないかな。多分、中に入ったら、罠にかかるってことだよね。ドバーキン。なんか、体が、おかしなことになってるね。ジョジョダチ？お前のスームは強いぞ。来ないな。そろそろきつくなってきた。うん、ダメだね。ちょっと、小づかないといけないかも。こいつ、即しかみつき。出てくるから、あんまり近づきたくないんですよね。やばいやばい。
テンポが悪くなるので、あまりポーション飲まないようにしてるんですけど。小田さん、かなり強いので、そうも言ってられないですね。噛みつき、怖いなぁ。実はこれ、3回目の収録です。ワープした。ドーンを、モッドで大きくしてるせいで、入らないみたいです。小田裕二、ゲットだぜ。と、通れない。くぐれない。の、登れない。ショックフリにグリンドコークラントルンビーキドバーキ。ああ、忘れていた。ドバーの言葉を使えないのだったな。私が戦場でお前と戦いたいと願ったのは過ちだったよ、ドバーキ。お前の、卑怯ではないグラーミンドル。戦略に敬意を表す。ズーボナール。私をこうも恥ずかしめるとは、ただでは済まさぬぞ。インドシーブ・アルドゥインか。アルドゥインの居場所を知りたいのだな。歯を向いて喋るのが、かわいいね。ディニック・バーザー。その通り、アルドゥイン・ボブル。お前の声に答えた理由はただ一つ。そのスームをこの目で確かめるためだ。我らの多くは、本当にアルドゥインのスームが最強なのか、奴にそれだけの支配力があるのかを疑い始めている。無論、我らの中では最強だろう。ムーニー・メイエ。奴に立ち向かおうとした者はいない。小田さんの方が強かったよ。ウンスラード・クロシュス、すまぬ、つい話がそれた。奴は力を取り戻すためにソブンガルデへと向かった。シレセ城、死んだ城名の者たちの魂を食らうためにな。奴はそれをひた隠しにしているが、ソブンガルデへの扉は、東方の山地高くにそびえる古代神殿の一つ、スクルダフンにある。ミンドラアンパーオクミッドバヘラーブランティル。奴が残る力のすべてをそこに集めていることは言うまでもない。ズー・ロスト・オファン・ヒン・ラン。これで質問には答えた。もう言ってもいいか。暴れられても困るし、言うこと聞いてほしいなぁ。ああ、従えだと。いや、ニティード。お前がアルドウィンを倒したなら、その時には考えよう。クロシス、スクルダフンについて一つ言い忘れたことがある。何かな？これだけだ。お前はドバーのスームを持っているが、翼がなくてはスクルダフンには永遠にたどり着けん。もちろんこの翼で連れて行くことはできるが、囚われの身ではそれもかなわぬ。しょぼーんってしてるのがかわいいね。オニカーン・コラーブ・ジェイン・ミラール。選択肢が一つしかなければそれを認めるのが賢明だ。そして信じてほしい。ズーニ・タールディス、アルドインは支配者の器ではないと自ら示したのだ。
私はもう従うつもりはない。ここから出してくれるならばスクルダフンへと導こう。こっち見るのがかわいい。信じられない。一体どれだけこの瞬間を待ち焦がれていたことか。許しを得られるなら、その実験をさせてもらえるとありがたい。純粋に知識の向上に資するためだ。失せろ魔術師、ドバーキンへの誓いを試すような真似をするな。保証しよう。きっと俺には気づくまい。お前のように巨大なドラゴンには痛くも痒くもないだろうからな。カレンガ、ひどい考えだな。たとえあなたでもね。何するつもり？もしくは少しばかりの血、見逃すことはないだろう。おい、ジョール・メイ、そこで何をしている？あ、怒った。スタコラさっさだぜ。密偵、工作員、暗殺者、敵は際限なく送ってくるようね。ホワイトランに狙われるぞ。お前は間違いなくドラゴンボーンだ。もういいか、町を守る仕事があるんだ。どうやって解放するのかな。うまくいくなんて信じられん。あっちか。孫の代まで語り継げるな。まだ生きてるのが不思議だ。解放して。本気なのか。あんなに苦労して捕らえたドラゴンを逃がせと。まあドン引きだよね。大変なことになるぞ。奴を連れ戻すにはお前以外の手も必要だろう。罠を開ける準備をしろ。衛兵さん、マジイケメン。ひどい考えに思えてならない。さあやろう、兵士よ。これは全てドラゴンボーンの計画だ。パースヌージェネデインルシアハストバーン。引っかかってる、ワロッシュ。ドバーだけに許された世界をその目で見る準備はできたか。小田さんの体がすごいことになってるので出れるまで頑張ってもらいます。続きは次回。またねー。